見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。12月9日、日本維新の会の代表で大阪市長の松井一郎氏が、およそ3時間にわたる30人超えの宴会を行っていたことを会見で明らかにした。10日発売のフライデーに記事が出ることから、あらかじめ火消しに走った形だ。現在、大阪府では、会食を同一テーブル4人以内で2時間程度としている。しかし、フライデーによれば、松井市長は12月2日、衆院選大阪14区の祝勝会に参加。心斎橋の焼き鳥店には、14区の市長や府議らおよそ30人が集まったという。松井市長は18時半頃に入店し、21時半頃まで約3時間の宴会を楽しんだ。9日の会見で松井市長は、この間、会期制で選挙の反省会をやったら、いきなり週刊誌が来てくれてますから、と話し出した。しかし、報道陣から詳細を追及されると、次第にしどろもどろになっていく。宴会については、打ち上げじゃなくて、反省会、と弁明。30人という大人数にも、テーブルは4人に分けてマスク会食、人数の上限はない、と苦しい言い訳をしている。府民には、2時間程度、と要請しておきながら自身は長々と宴会した点については、2時間をめどにやろ。ルールを破ったとまでは思っていません、と私見を述べた。最終的には、2時間程度ということをお願いしている中で2時間を超えるのは、市民の皆さんから見て、やっぱりちょっと違うんじゃないかと、お叱りがあるかもしれないとは思います。そこは反省すべきとこかなぁ、と非を認めた。自身の報道には、ルールを破ったとは思っていない、と強気な松井市長ですが、4月に大阪市職員が5人以上で会食するケースが相次いだ際は、言語道断、と謝罪。その後、全庁を挙げて調査を行い、最終的にはルールに反した職員1109人を処分しています。もちろん感染者数などの状況は当時と違うにせよ、松井市長が少人数での会食をお願いする立場であるのは今も変わりません。会見を見る限り、自身に何らかの処分を下す気はなさそうですが、このままでは、自分に甘い、と言われても仕方ないでしょう。政治ジャーナリスト、宴会の事実や答弁の内容も相まって、ネット上では松井市長に対する失望の声が噴出している。松井さんそれはあんまりちゃいますか。国民には我慢させて、いくらルール違反ではないとか言われても、胸クソ悪いよね。松井市長のしどろもどろ、人数の上限のアッパーはないとか、2時間以内ではなく2時間をめどにだとか、宴会ではなく反省会だとか。それを往生際が悪いと言うんだよ、写真、時事通信。